ハロー、どうもこんにちは。アニメリアク職人こと町田上弦に浜です。はい、現在1月22日日曜日の午後2時22分ですね。さて、昨日で見終わりましたとある魔術の、インデックスですね。エンデュミオンの奇跡、これ劇場版ですね、見ていこうと思います。これちょっと D アニメストアで見ていくんですけども、めんどくさいことにチャプター4つに分かれてます。まずチャプター1は22分48秒ありますね。はい、でなおアニメ本編は再生されませんのでご注意ください。また本編中に CM が入ってくると思いますので、申し訳ございませんがご了承お願いいたします。ではいきましょう。3、2、1、スタート。はい、まずは22分48秒ね。この D アニメストアはなんで4つとか5つとか、ね、時間によっては6つに分かれてますからね。アスキーメディアワークス創立20周年記念作品、ジェネオンユニバーサルエンターテインメント。なんか綺麗になったな。オルビットポータル。デブリ。プラネですよね、デブリ。え、全員死んでへんか、これ。死んでるな。なんでそんな嘘の報道した？レジリータング。宇宙エレベーター。え、ほんまにずっとあったん、これ。さっきのなんか一瞬映ってたアイドルみたいなんですか。路上ミュージシャンか。
アリサ。ウィハリア。ああ、サテンさん。あの宇宙で見た名前がエンデュミオンなんや。おお、サテンルイコ来たー。アカズサテンさんは好きやね、噂話。あの子。車椅子の登場機か。うわ。あー、レールガンやわ。キースケベやな。メイゴアリさん。はい、か。はい、かじられるよ。いやー、いいね。雨はそらさんかな、もしかしてちゃうかな。
眩しい。オーディションの結果とかかな。もうやはり。カナミン、あ、なんたら少女カナミンね。なんぼ言ってんねんこれ。何やこの魔女たちは。あれ、これ最初に流れてる舞台ね。なんか女怪しいのが。
誰やねんこれ。おお、もう一人出てきた。狙いはアリサっぽいよな、でも。マリベートとジェーン。スペルインターセプトって何や？インデックスが言うてたな。おお、ステール。あ、師匠。え、ステールが狙ってたの？え？魔法名。は？なんでステイルが敵になってんねん。あ、トーマを捕まえに来たんかい。あ、アリサはやっぱ捕まえに来たの？おお、何が起きた？えらいことだったな、もう。せっかくアリサデビュー決まっておめでたい日に、なんちゅうこっちゃ。統括理事会に認可を得た。なんとか部隊。
神崎。石川五右衛門みたいな登場やな、これ。あ、そうか、やっぱありさやね、狙いは。アリサが、お、さらわれた。どういうことやねん。はい、22分48秒ね。はい、次チャプター2。ディアニメスターはこの作業が非常にめんどくさい。チャプター2。よし。よし。19分25秒。よし、じゃあ行きます。チャプター2です。はい、3、2、1、スタート。あ、あれ、最初のスペースなんとかが落ちた原因ありさ、なんで全裸ね。スフィンクス、ちっちゃ。なんかさっきやめていって叫んだ時になんかすごいことになったけどね、しかし。
住むの。なんといううらやましい展開や。シャットグラン。誰がね、この金髪。あ、シャットラはアリサを守るために来たよね。あ、そうかそうか、だからステールたちに攻撃したよね。風呂場で姫神、お、吹き寄せ、こまさすきゃわ。体を拭かずに、ああ、なんか血が浮かんだんか。ここに帰ってくるんちゃう。大怪我してるよ。
みことはなんか知り合いっぽいこと言ってたな。あ、やっぱそうやね。あ、あの金髪？包帯ツインテール車椅子。おるやん。ジェニーレンド。あ、ライブ、あ、デビュー会見かなんかか、これ。なんでや。おお、サテンまで。シャットぐらいね。うん。またなんか出てきたな。上条。人間じゃないのか、これ。
わ。何しようんじゃあいつらは。誰か知らんけど。え、あれも魔術顔かこの。大怪我してるわな、そら。これがエンディングの奇跡。3年前の事故か？あ、ほんであの蓄音機のあれが。シャットアウラセクエンツ。あれ、トーマ無傷やったか。お、トーマと一緒やないか、それと。
19分20分。はい、次はチャプター3。はい、DRM ストア、これがめんどくさいです。はい、次チャプター3は22分58秒ありますね。はい、いきます。3、2、1、スタート。とりあえず今あんとアリサにはさ、あの事故より以前の記憶が一切ないってことだよね。で、名前もほんまは名護アリサではないと。ミコトが知り合いなのってアスナロエンにいたとかそういうことかな。死んでなかった、あれ助かってたの、あれどっちなん。アリサが成人。うわ、上で怪しいな。これ、お、今後見つかる。泡つきワンダム。あ、あ、また来よった。急に。あれ、ワンナイキのこと、泡つきマーヤやったっけか。うん。さっきの上でってあれか。なんで全然ないねん。機長の娘とかか、これ。ああそうか、なるほど。こう
これっていうのはそのアリサが成人かもしれんから取り合いになってるってことやんね、単純に。あ、ルーンや、イノケンティウスだな。小森先生、シャットアブラやな、これ。おうおうおう、し、いや、いたたーで済まへんぞ、こんな。いたたーで済まへん、普通。あの金髪ロリ社長か、あ、これ何なの、あら、気づいちゃったかしら。なんや今の、深淵団かな。大爆発したけど、これ何なのね、持ってるのは。おう、え、兄弟、親父やろね、
こいつの仕業？事故。そんなあっさり。ああ、さっきの男か。なんでや。何やこれは。何今ホムンクルスとかか、これ。なんで生きてんねん。16回目。ちょっとよう分からんけど、あの事故の原因はこの金髪ロリね。これによってシャッター裏の親父だけが死んでたと。またいつもの病室よ。そういうことやね。シスターズや。あ、ラストだ。アクセラレーター来たね。
あれシャトール どうやって助かったのこれ。あれシャトール捕まったんじゃったっけ。あれこの歌声に何か歩いてたな。宇宙に。今アンチスキルは何を。やはり今アンチスキル誰とやれてんのこれ。メイティア系？神崎出てきた。そんな宇宙で普通に動けんの神崎。いやいや、めちゃめちゃかっこいいやんか神崎。
すげえ。そのまま地球に降っていくの？なんでこんなすごいのに全自動洗濯機使えへんねんね。シャットウラは今これどこやこれ。宇宙か。ん、なんか来た。おお、黒子どういうことか。いやー、おお、さすがやね。ああ、これ金髪ロリのもう一人の方か。お、シャッター裏。はい、22分後に喋った。はい、次チャプター4。はい、最後24分53秒あります。いきます、3、2、1、スタート。あー、ちょごめんなさい、もう一回いきます、3、2、1、スタート。24分53秒ね、最後は。これ今シャットーラー、これ宇宙にいるんやね。これ不死身なんか、この金髪ロリ。ちょっと名前分からんけど、1000年も生きてんの？あ、死のうとしてたん？あ、またこいつ。倒れる？うん。えらいことなんぞこれ。
あの時とは？こんなもん倒れたら、パージシステム。何？え、そのまま宇宙に飛んでいくってこと？おバットも シャットルとアリサのこの合体した一個のブレスレットは一体何やったのね。こっから分かんのかな。なんちゅうことしようね。これシャットアウラは、アリサを殺そうとしてんのか。非公開にやる言ってたけどね。客どこ行ったほんで。ああ、か、そっか、逃がしたんか。もういいんでくちゃ。
ちょっとまだアンチすぎやから誰と戦ってかよう分かってないけど、ちょっとロリコ社長のあれやね。なんでや。ちょっと訳が分からなくなってきたな。レリリーっていうのね、あれ。何しようね。ちょっとなんか今3つ破壊したら倒壊を抑えれるっていうのめっちゃ出てきたな。あいつや。おお、シスターズ来た。おお、アクセラでもいいや。これ何、これ飛んでいくの宇宙に、この何だっけ、エンデュミオンか。パージって何や、パージって。その通りや、バカ野郎って感じだね。まあ上条節はいつも熱いね。しかし、
おお。やるな、ノールックであれをやるとは。カミジョンパンチ。おお。ナイスパンチ。結局敵はシャッターフライだったとかどうこれ。バッテリーがゼロになりましたか。本人か。ん？シャッターが立てる？これがシャッターをやったんか。なしで服着ちゃう。あ、ああ、持ってるな。生まれた。どういうこと？シャッター浦が奇跡を願ってアリサが生まれた。
エンディメンは倒れへんかったってことでねえね。なんで全裸なんや。アリサはいい方な、今。ローラスチュワートに。ああ、要はシャッター裏から分裂したのがアリサちゃんや。消えたんやね、結局。シャッター裏が。終わった。何が聞こえてん。アリサは三沢幸香さん。ああ、そうなんか。天宮さんと間違えてすいませんでした。同じ間違いしたな、最近。あれ、三沢幸香さんと思って。いやー、ちょっと難解やな。ちょっと後でもう一回キャスト目指します。どの辺？ 21 分過ぎやね。C パートはあるかな？三沢幸香さんって。ウマ娘出てたっけか。川田真美さんって方はアニソン歌手なんかな。あ、全部ちゃんと三沢幸香さんが歌ってるのね。ちょっと検索してみます、一回。三沢幸香さん、今やろう。
沢サーチか。あ、30歳ね、若いな。 しかも誕生日9日前なんやね。何出たはんやろ。あ、悪魔のリトル、ナバタメ、読み方忘れた。あ、終わった終わった。 C パートあるかなこれ。あ、ないな、 C パートないな。24分53秒。はい、終わった。はい、ちょっと三沢幸香さん検索中。あ、馬娘のさ、あ、桜爆心王か。なるほど。組長娘と世話係、葵さなえ、あ、嫁さんか、葵くんの。はい、あ、ちょっともう一回だけちょいとキャストだけ見させてもらいます。21分過ぎんとか。あ、もうちょい待った。めっちゃ多いな、さすがに。メイゴ、あ、あれでメイゴ。ほうほうほう。シャットアウラセクエンツや。まあ、日笠陽子さんやったね、シャットアウラ。レディリー、あ、レディリー、あ、あれさくらあやなさんやったね。いや、あの、サテンルイコが見れたんがまず嬉しかったね。久々に見た気がする。で、ジェーン、種田梨沙さん、半めぐみさん、瀬戸まさみさん。おー、すごいね、あの3人の弟子。で、あ、神崎か。神崎、土見門、つくよみこもえ、美坂、妹。めっちゃ多いな。あー、先生。金剛、泡月、ワンナイトリオも出てたな。で、ディダロスセクミツ、ああ、機長か。副機長、ディレクター。あ、この辺に島崎信長さんとかいるやん。大西沙織さんもね、アナウンスに。男性、石川海人、松岡由紀、あ、すごいところにモブやね。これって何年前の映画なんやろ。ちょいと見させていただきます。何年前なんやこれ。あ、2013年なんや。なんか一気に絵が綺麗になったな。あ、レールガン S と同じ時期か。だからちょっともう一回整理さ、ちょっと自分なりの、解釈。まず、アリサという謎のストリートミュージシャン、シンガーソングライターが夢を勝ち取ってデビューを決めた。その瞬間襲ってきたのがあの3人組。ジェーンとなんとかとなんとかね。で、そのボスがステイルやったと。ボスが師匠。あれはその、エンジュミヨンが、魔術を発動するために核としてアリサが必要やったと。それを阻止するために奪いに来た。そう説明すればいいのね、最初から。なんか、まさかトーマと戦うことなんだ。で、それを、庇護するために来たのが、あの、シャットアウラとかの、なんだっけ、黒カラス部隊とかいうやつだったね。で、なんか、レディリーという社長が、その、なんとかっていう事故の、会社を復興させた社長やと。でも、10歳ぐらいやと。でも、実際は1000年以上生きてて、死なれへん。魔術師なんかな。死ぬ、自分が死にたいがためにやってたと。ほいで、それをまあ阻止するべくもちろん動いたけども、シャットアウラから、あ、そういうことか、そういうことか。そのアリサのなんか3年前から記憶がないって言ったら、なんか回想シーンで
あの事故の機体の中でなんか全裸やったんで、そういうことか、その場で生まれたからか。だから全裸やったんか。ほんで、シャット裏から飛び出したその歌とか音楽とかの、なんつったんやろこれ。そういう感情的なもんが出てたってことかな。それで、その音楽とか歌をとかを聞くとノイズになる。なってしまったってことかな。そういう解釈でええんやろか。で、まあまあ、とにかくレディリーはその核として必要やったから、まあ多分オーディションという形をとって、合格させたという形をとって、おびき寄せたっていうことでええんかな。で、まあまあ、上条が言うたように、ね、パイロットとして、乗客乗員を全員助けるために起こした奇跡じゃないのかと。まあ、それはその通りやね。なんか奇跡体験アンビリーバボーでも、なんか確かパイロット死んで、なんか乗客とかが生き残ったっていうのはあったような気がする。で、まあまあ、上条パンチによって、まあちょっと、目が覚めたのか、なんかシャットアウラが歌い出して、なんか手つないで歌い出して、気づいたらアリサがいなくなって、なぜかシャットアウラが全裸、ちょっと全裸になってた意味わからんけど、とりあえず戻ったよね、アリサが中に、シャットアウラの。で、あれ3つ壊したのがちょっとようわからなかった。エンデュミオンがこう倒れると、こう、まあ、地球がどうやらことになると。これ倒さへんために、なんかここにある3つの何かを破壊したってことだよね。で、なんか破壊したらビヨンって飛んでいくんかなと思ってました。あれ結局破壊してどうなったの？こう沈んでったってこと？ちょっとその辺もようわからなくて。ね、なんか墜落は免れましたみたいな、なんかそんなこと言うたな。墜落、なんかそんなこと言うたから、ちょっとそこ理解できませんでした。あとアンチスキとかが出てきて、これほんまね、チャプターごと分かってから間にちょっとでも入るとちょっと抜けてしまうタイプなんですよ。ほんまにこう真剣に見てるところに、例えばなんか話しかけられたら、その一瞬でちょっと話し飛んでしまう、脳みそちっちゃいやつなんで、こうチャプターごとにあるのがね、ちょっとね、まあまあしゃあないんですけれどもね。まあだから、結局はシャットアウラの物語だったっていうことでええかな、これ。で、最後にトーマとインデックスが、トーマも聞こえたってさ、空を見上げたの。あれ、何が聞こえたんやろうな、と思って。アリサの歌声？空耳として聞こえたんかな。ちょっとその辺もようわかりませんでした。ただ、面白かったです。ちゃんと理解できてなかったけど、面白かったです。まあ、やっぱ上条パンチが見れたのも良かったしね。はい、まあまあ、あとはレディリーがここで出てきたけど、なんか3期とかで出てくんのかな。あ、レディリー出てきたってなんのかな。とか、シャットアウラやってのもあったらちょっと面白いなと思いますね。はい、で、まあ、この後、またね、3期に入っていくと思います。ちょっとこのキャラだけは覚えておかないかな。シャットアウラと、まあ、名誉ガリさんも出てこないかな。レディリーとシャットアウラ。ここはもうちょっと覚えておこう。で、ステイルの弟子、あ、ここには載ってないな。はい、まあまあ、なんかちょっと頭に入れておこうと思います。すいません。まだよく理解できてないもんで、よかったら解説お願いいたします。はい、ということで、とある魔術のインデックス、エンデュミオンの奇跡でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは僕の自己紹介なんで、興味のない方は切ってください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマー、これをメインでやってます。で、普段、保育園、幼稚園、小学校、子供会などでやればできる、諦めない、これを伝えたくてパフォーマンスしてるんですけども、現在コロナの影響で約2年11ヶ月、仕事がほとんどありません。今も48連休確定中の8連休目ですね。そんな中、貯金で生活してるんですけども、いつの間にやらアニメのリアクションスタートしまして、今日でですね、1032日やってますね。長いことやってます。
はい、ただですね、13年以上使ってきたこのチャンネル、パフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったがためにですね、昨年の9月の14日に、完全にチャンネルを2つに分けました。新しく作って、その新しく作ったパフォーマーのチャンネル、皆さんぜひとも応援よろしくお願いします。説明文に URL 載っけてます。で、毎日19時に1本だけ動画投稿を続けております。まあ、ほとんどショートムービーなんで、ぜひですね、見ていただいて高評価とか、チャンネル登録お願いいたします。はい、で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてます。こちらもチェックしてみてください。以上、アニメリアクション職人ことマジ大条件に浜でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。